私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。大人は時々この清い信仰を持つ子供の宣言の力を感じていません。義の敵サタンは神界や我々と神界との関係に疑いを抱かせます。主は予言されました。末日には先民すら惑わされると。ルシフェルがいかに神の聖なる人々を捕らえるために落とし穴を仕掛けているか、例を3つ挙げます。根拠のない無力感という落とし穴。忠実な若者は期待に応えられないと感じます。褒められるのは少ないのに批判は受けます。女の子はメディアに綺麗ではないと思わされ、連日自問します。自分は天の御父の愛や救い主の贖いの犠牲、御霊の導きを受けるにふさわしいだろうかと。自分の不完全さを誇張するという落とし穴。素晴らしくふさわしい宣教師が神の期待に応えられないと感じ、正義を行われる厳しい天の御父や自分の罪は清めてくださらない救い主、不完全な人の伴侶になりたくない聖霊を心に思い浮かべてしまいます。不必要な罪悪感を抱くという落とし穴。ある女性は献身的な母親、愛の深い友、教会のしもべであり、神殿にもよく参入していました。しかし神権指導者の下で解決済みの以前の罪について自分を許せず、自分の人生が主に受け入れられるのかを疑い、永遠の命への希望を失っていました。もし似た思いを感じている人がいれば進めます。幼子のようになり、贖い主のこの世での来臨にあたって、御父と御子が示された大きな驚くべき愛を再び感じてください。御父と主の完全な愛を信じる幼子のような信仰は、無力さや不完全さ、罪悪感というサタンの罠を断つのです。箴言に人となりはその心に思うそのままであるとあります。絶えぬ祈り、聖文研究、教会への出席や神殿参入に加え、神の愛をさらに感じるために思いを変える5つの提案をします。第1は、自分が天の御父の大事な子供であるとの認識です。子供は神の子です、私やあなたと歌い、大人が忘れていることを感じまた知っています。皆さんは神の形に創造され、主の犠牲に値する価値がある御父の子供です。神は慈悲深く皆さんを愛しておられます。価値がないと思わせるのはサタンだけです。対照的に聖霊によって感じるのは、積極的に変わりたいという希望から悔い改めに導く神の御心に沿った悲しみです。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えてください。否定的な考えや言葉を繰り返すのはやめましょう。謙遜と卑下は別物です。弱点にこだわらず、独自の才能を見つけて使ってください。第2は、重荷を主に負っていただくことです。期待や試練に押しつぶされそうになったら、一人で戦わず幼い子供のようにひざまずいて祈りましょう。主は、私を仰ぎなさい、疑ってはならない、恐れてはならないと命じられました。疑いや恐れ、心配は重荷や不安を自分で背負っているためです。無力だと悩む人は自信を持って言ってください。強くしてくださるキリストによって何事でもできると。力の限りすべてのことを喜んで行うならば、あとは主が引き受けてくださり、物事はうまく運ぶでしょう。救い主は、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと約束されました。
重荷を主に委ね、そうすれば御霊による平安を感じます。第3は自分の罪や欠点を許すことです。御父はこの世で完全になるようには言われていません。現世で過ちを犯すことをご存知です。しかし神はこの世を愛してくださったので、憐れみ深い救い主を備えてくださったのです。イエスは言われました。私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方にはすべての人を許すことが求められる。自分と人を許し、悔い改めた罪を忘れてください。神が忘れてくださるのですから、時間を無駄にしてはなりません。許すためには主の贖いを信頼します。預言者ゼノクは祈りました。あなたが御子のゆえにかけてこられた憐れみをこの民が理解しようとしないので、あなたはこの民のことを怒っておられますと。人が御子の贖いの犠牲の力を制限すると、御父は悲しまれます。主への信仰を実践するなら、罪は拭い去られます。悔い改めた後でも罪悪感が残るなら、ふさわしさを明言した真剣指導者を信じてください。第4は、永遠の命への希望を持ち続けることです。過去に犯した罪や性格的な欠点、誤った決定のために神の祝福を受け入れられないと思う人は、父アルマを考えてください。ノア王の不道徳な祭司だった若き日々に、罠にかかり、忌まわしいことをたくさん行い、辛い悔い改めをしたと認めています。しかし、アルマの悔い改めは完璧で、贖いが無限であるために預言者になり、永遠の命の約束を受けました。最善を尽くして従順になり、悔い改めるなら、主の贖いと恵みによって、日の境の王国に場所が得られるのです。第5は、日々喜びを見出すことです。奉仕は喜びです。人助けに忙しければ、欠点に悩むことは少なくなります。救い主は言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、自分の命を失う者はそれを救うであろう。悲観主義を捨て、幼子のように楽観的になれば、生涯喜びを感じるでしょう。それは、生活の隅々に神の愛の手を認めるという美徳です。賛美歌に、身恵み数え上げ、主の技、褒めたたえよ、とあります。天の御父が大きな愛を示してくださいます。イエス・キリストは、無力さや不完全さ、罪から人を救う力を備えておられます。聖霊は不完全でも悔い改めた人の伴侶になられます。悪魔の罠と葛藤している忠実な生徒の皆さん、神が神の御子の喜びによって重荷を軽くしてくださるように祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。